バックルームズとは、ゲームでいうところの壁抜けバグを現実で行った際に到達する裏世界。そこは未知の存在や異常物品が点々としており、一度入ると二度と出られない広大な異常空間が何層にも存在する。この動画シリーズは、そんなバックルームズの謎をマイクラで解き明かすシリーズである。どうもこんにちは、ゴッドコーターと申します。バックルームズ、まあ、カケルームズのバージョンが 1.15.14、まあ、つまりアップデートされたらしいんですね。今回はアップデートされたバックルームズ内を探索したいと思います。頻繁にこのカケルームズさんはアップデートしますね。なかなかいいことですよ。概要欄に URL 貼ってあるのでダウンロードしてみてくださいな。それでは探索レッツラゴー。何これ、え？知らないところに変な穴がありました。この穴って落ちても大丈夫なんでしょうか？てか、こんな穴さ、今まで探索してきて、約パート10ぐらいまでかな？カケルームズずっと探索していたけど、こういう構造は初めて見ました。このワールド、座標メモしようとしたけれども、F3 キーを押しても座標はどこにも書かれてないんだよな。穴に入ってみたいと思いますね。何があるのでしょうか？はい。はい、オッケーでーす。なるほどですね。よくわかりました。ですが、レベル 0.7、閉所恐怖症のこのサブレベルに行ったからといって、外れではないんですよ。実は、最新の放浪者によるカケルームズの探索情報によると、この0.7の中にある扉の中の一つに、金リンゴだとか、そういったアイテムが入っているらしいんですね。で、そういったアイテムを使わないと行くことができない部屋とかレベルがあるとかないとかっていう噂をどこかで耳にしたんですよ。だからそういうのも確かめたいと思います。レベル 0.7 の脱出方法、このレベル 0.7 から正常に脱出する方法は、ウィキペディアを参考にするのが一番いいとの情報も、YouTube のコメント欄でいつだかいただきましたので、早速ウィキペディアのレベル 0.7 の解説を読んでみましょうか。ウィキペディア曰く、リスタートというラベルがついたドアを見つけて、そこへ入るとレベル0に。階段を見つけると屋根裏部屋に行けますって書いてある。実際にそこが実装されているかどうかはわからないけれども、まあ、ウィキペディアに書いてあることを参考に行くと、階段を見つけたらいいってことだよな。オッケー。じゃあ、ちょっと頑張ってみるわ。あった。こういう部屋のチェスト。エンチャント付きの金リンゴ見つけた。エンチャント付きの金リンゴ見つけたぞ。おい、どうだ、バカ。エンチャント付きの金リンゴを見つけてやったぞ。おそらくこれのことを言ってんだよな。このエンチャント付きの金リンゴを使うことによっていけるレベルがあるっていう風に聞いたことがあるんだわ。だから、今から行くことはレベル0に戻ることだな。レベル0に戻ってこの金リンゴを使って何かアクションを起こせば、その別のレベルに行けるらしいから、扉を発見するまで、探索をしたいと思います。金リンゴをうまく、これを死なずにレベル0まで持っていくことが今回の、目標となっていくわけですよ。あ、明るい。ってことはこの明るいレベルを、はいはいはい、でゴール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 、エグジット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 を走り抜ければもうレベル0に絶対に帰れるので確信していることです。さあ行きましょうか。いや、無理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 。無理だよ。これは無理。無理無理。無理っちゃいけねえよ。避けようとしたよ。頑張ったよ、ここ。めっちゃ頑張ったけどさ。無理だよ。難しすぎる。ああ金リンゴが。ちょっと待って、これいけないでしょうに。無理でしょうに、これは。さすがに。めちゃくちゃ触手が出てきたのよ。あの触手ってさ、入った瞬間、ウィザー状態になるのね。で、避けれないぐらいさ、めちゃめちゃな密度で、ブワーって触手がスポーンしてて、で、かつ、視点が勝手にこうやってカク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 するわけよ。つまりさ、そこ多分無理だよ、エクスクラメーション。普通にいけません。無理です、無理です。かつ、金リンゴ使わないといけないレベルがあるんでしょ？無理っちゃいけねえよ。またレベル 0.7 の扉がありましたね。バックルームズ内ずっと探索してたからさ、変な体勢でずっとバックルームズ内うる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 しちゃっていましたよ。ほんと体に良くないんだから。じゃあこの中になんか出口みたいな扉があるんだって知らんけど、そこ行きましょうね。ダメだ。
ダメだ、ダメだこれ。ああ、なんだよこれ、テキラじゃないだろう。そう。ちょっと待って。誰？誰？怖い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 。上？上？上？天井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 ？ない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 。怖い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 。やめろ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 。なんそのぐちょ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 エッチな音出しやがって。ダメだ。なんこれさ、バックルームズレベル0の上に何かないですか？ガンガンガンってすんごい音鳴ってんだけど、何の音？あ、消えた。怖すぎ。これで急にびっくり仰天なさ、フラッシュホラーみたいなこと起きたら僕失神しておしっこドバドバ出ちゃうわ。あっぶねーの。何あれ、僕は初めて見た。急にさ、明かりのついていない謎の部屋があったからさ、怖っ。え、何お前、なんかこの近くで何かしたりしたらなんかある？ここだけなぜかすんごい光ってんの。え、何、ノークリップできたりする？ここ、絶対ノークリップできるよな。ここら辺絶対ノークリップできると踏むんだ。いやーいやー、くそ、ノークリップできねえ。ノークリップの仕様がね、どうやってノークリップするんだ？ノークリップできんのか、この謎の部屋。この、これ、これよ。なんですかいこれは。怖っ。何が怖いってさ、周り全部真っ暗なんよ。全部真っ暗なのに、あの真ん中の光っているものだけが、うるさいノイズ音出しながらずっと明るくピカピカ光ってんの。恐ろしい。ただ、それだけなんだよな。なにこれ。それから約10分ほどここで放置してみたけど何もなかったな。あ、10分ってのは持ったかもしんない。5分ぐらいここで放置してみたけど何もなかった。だからただの思わせぶりな空間ってだけだな。こういう意味深な作り大好きよな、バックルームズって。まあ意味深ってだけで特に何もないんだよな。何もないのにただ意味深っていうだけでそこに何日も何日も滞在するような放浪者がいたっておかしくないんだから、ほんと罪深い作りしてるよな、バックルームズって。さて、探索を続けたいと思いますね。こっからさっき言ってたのがこっち側のね、真っ黒い空間、あそこまっすぐ行ったら、はい、黒い画面。このレベル 0.7 にさ、つながるゲートってさ、至るところにあるんですかね。まあ入るけどさ、入ったってどうせ同じですもんね。ツイッターでね、ちょっと調べたんだけど、このレベル 0.7 からレベルエクスクラメーションに行く際、何かしらの方法で逆方向に行くのかな、どうすりゃいいのかわからんけれども、することによって、また別のレベルに行けるんじゃないかっていう風な説が浮上してきた。それも確かめてみる。あとどうやらバケルームズはレベル 0.7 から行けるレベルが多いらしくって、それも含めてね、いろいろと探索していきたいと思います。待って、わかる？わかる？ちょっと待って待って待って、わかる？今さほらほらほら、黒い黒い扉が、黒い、あ、見た？扉が黒いの。あれ、あの、やめてよ。なんで、おかしいじゃない。黒い扉があってさ、いつもエグジットになるようなところはさ、だいたい白樺の扉だからさ、もしかしたら何かあるんじゃないかと思って黒い扉入ったら何もなかった。そんなことあるか。ってことで今回はここまでってことにしてもいいですか。なんかね、これほんとね、精神が削られていくよ、バックルームズってやつはさ。まあそれが普通なんだけどね。バックルームズ自体精神が落ち着くような空間なわけがないんだよ。ほんと良くないんだから。ってことで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。また、カケルームズっていうのはね、こんだけ、長い時間、見てみ、経験値のタブ。このワールドをアップデートしてから初めてやったから、最初、経験値バーに数字書いてなかったと思うんだけど、今書いてあるじゃん。ってことは、1時間丸々ずっとこのバックルームズ内を探索してたわけよ。1時間以上カケルームズ内を探索しても全く新しいレベルが見つからない。
こういうことも全然あるんです。ゴッドコータンの動画はこういう一個一個の苦労のもと成り立っているわけです。もしも皆さんが不意に壁をノークリップしてしまい、ひどい壁と湿った絨毯と耳障りな蛍光灯のノイズが聞こえる未知の空間に入ってしまった時は、こうなることを覚悟しておいてください。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。バックルームズ、じゃあバイバイ。このカテルームズ遊んでみたいよって人は概要欄から URL 飛んでダウンロードしてみてくださいな。それではさようなら。